テッサロニキ帝国は、テッサロニキを首都として1224年から1246年まで存在した国家の私学上の名称である。ビザンツ帝国のコムネノス家による亡命政権エピロス先制公国のテオドロス一世、コムネノスドゥーカスが、テッサロニキで皇帝に即位して成立した。彼は、ニカイア帝国や、第二次ブルガリア帝国と争いつつ、コンスタンティノープル征服、 ラテン帝国だと、そして1204年に滅亡したビサンツ帝国の復活を目指した。しかし、テッサロニキ帝国の派遣は長くは続かなかった。1230年、クロコトニッツァの戦いで、テオドロス一世はブルガリアに壊滅的敗北を喫し、捕虜となった。弟のマヌエル・コムネノス・ドゥーカスは後を継いだが、テッサロニキ帝国はもはやブルガリアの属国となり下がり、 マケドニアやトラケアを失い、ついには、かつての中核地域だった、エピロスも追いのミカエル二世アンゲロス・コムネノスの下で、自立される有様だった。1237年に、テオドロス一世が復帰して、マヌエルを追い出し、テッサロニキの支配者に、長男ヨハネス・コムネノス・ドゥーカスを、その死後には、次男デメトリオス・アンゲロス・ドゥーカスを据えた。しかしマヌエルは、ミカエル世と組んで抵抗し、 テッサリアを支配した。1242年、ヨハネスは、ニカイア皇帝ヨハネス3世、ドゥーカスバタツスに屈してその創始権を認め、帝号を放棄した。その後も、ヨハネスとデメトリオスのコムネノス朝先生校が4年間、テッサロニキを支配したが、最終的に、ニカイア帝国に併合された。テオドロス1世、コムネノスドゥーカスが、テッサロニキ皇帝として発行した。 理論、トラキー効果1204年4月、第4回十字軍がコンスタンティノープルを陥落させたことで、ビザンツ帝国は崩壊し、その医療は十字軍諸侯たちやベネツヤ共和国の間で分割された。コンスタンティノープルには、ラテン帝国が成立し、ギリシア東部の大部分には、モンフェラートコーボニファーチョ一世により、テッサロニキ王国が建国された。また同時に、 ビザンツの有力な貴族たちが各地で亡命政権を組織し、ラテン帝国だと、ビザンツ帝国復興を目指した。中でも主要な勢力となったのが、テオドロス一世ラスカリスが、コアジアに建国したニカイア帝国、小アジア北東部の国会沿岸の遠隔地に成立したトレビゾンド帝国、そしてギリシア西部に成立したエピロス先制公国の3つである。エピロスで、 先制公を名乗ったミカエル一世、コムネノス・ドゥーカスはテッサリアまで半島を広げ、その後継者テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスが1224年にテッサロニキを征服した。テッサロニキはビザンツ帝国においてコンスタンティノープルに次ぐ第二の都市とみなされていた。ここを制圧したテオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスは 正当な高等を主張していたニカイア帝国にとって変わろうと考え、オフリド大司教、デメトリオスコマテノスの手により、テッサロニキで皇帝として退官した。その正確な時期は分かっておらず、1225年とする説と1227、8年とする説がある。ビザンツ皇帝への野望をあらわにした、テオドロス一世、コムネノスドゥーカスは本格的に、 コンスタンティノープル脱回を目指し始めた。この時点で、彼に対抗しうる勢力は、ニカイア皇帝ヨハネス3世、ドゥーカス・バタテスと、第二次ブルガリア帝国のツァーリーであるイバナー戦に静止会がなかった。1225年に、ニカイア帝国は、ラテン人からハドリアのポリスを脱回したが、テオドロス1世、コムネノス・ドゥーカスはすぐさまトラキアに兵を進め、ニカイア帝国に、 ヨーロッパ大陸の領土を明け渡させた。もはや彼のコンスタンティノープル攻撃を妨げる者は亡くなったはずだが、テオドロス一世、コムネノス・ドゥカスは何らかの理由で攻撃を遅らせた。この間に、ニカイア帝国は体制を立て直し、ラテン帝国と手を結んだ。さらに、テッサロニキ帝国と同盟を結んでいたイヴァンアセン二世も、ラテン帝国に接近して、婚姻関係を結んだ。 1230年、ようやく、テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスは、コンスタンティノープルへ進軍したが、その途上で、突如ブルガリアに矛先を回北上した。クロコトニッツァの戦いで、テスサロニキ帝国軍は、ブルガリア帝国軍に壊滅的敗北を喫し、テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスは、捕虜となり、後に目を潰された。マヌエル一世、コムネノス・ドゥーカスの、 トラキー効果この敗北により、テッサロニキ帝国は急速に力を失い、内政を立て直すこともできず、一旦広がった領土も周辺諸国に参植された。ブルガリアは、わずかの間にトラキア、マケドニアの大部分、アルバニアを征服し、バルカン半島の最大勢力となった。テオドロス一世の後を継いだ弟のマニュエルコムネノス、トゥーカスは、かろうじてテッサロニキ、テッサリア、 エピロスを保持したが、ブルガリアの属国となることを受け入れなければならなかった。さらにある程度の軍事行動の自由を確保するため、マヌエル・コムネノス・ドゥーカスは、兄の旧敵ニカイア帝国に対しても、ヨハネス3世、ドゥーカス・バタテスと、ニカイアに逃れていた、コンスタンディヌーポリ総主教の優位性を認める情報を、した。さらに、エピロスでは、ミカエル1世、 コムネノス・ドゥーカスの諸子ミカエル・コムネノス・ドゥーカスが支配を確立し、テッサロニキ帝国から独立するのを防げなかった。ミカエル二世位、コムネノス・ドゥーカスは、クロコトニッツァの戦い以後しばらく放浪した後、エピロスに帰ってきたのであった。最終的にマヌエル・コムネノス・ドゥーカスは、既成事実化したミカエル二世位、コムネノス・ドゥーカスのエピロス支配を受け入れざるを得なかった。 その証として、彼は、ミカエル二世位、コムネノス・ドゥーカスに、先制校の称号を与えた。マヌエル・コムネノス・ドゥーカスの支配は、初期から、すでに名目的なものになっていた。1236年から1237年に、かけて、ミカエル二世位、コムネノス・ドゥーカスは、独立君主のように、軍事行動を起こし、ケルキラ島を征服し、自らの名のもとに、特許状を発行した。 一方、ブルガリアでは、イヴァンアセン2世が、テオドロス1世、コムネノス・ドゥーカスの娘、エーレーネー・コムネナ・ドゥーカイナと恋に落ち、彼女と結婚していた。これにより、ブルガリアの支援を得た、テオドロス1世、コムネノス・ドゥーカスは、1237年に、テッサロニキに帰還し、弟、マヌエルを廃位した。彼自身は盲目にされたため皇帝に復位することが、できず、 代わりに、息子、ヨハネス・コムネノス・ドゥーカスを定位につけて、自らは事実上の殺傷として、実権を握った。マヌエルは脱出して、ニカイア帝国に逃れ、ヨハネス三世、ドゥーカス・バタチェスに侵入した。ニカイアを後ろ盾としたマヌエルは、1239年に、カイロ・テッサリアに戻り、テッサロニケへ侵軍した。彼が、ラリサまで制圧したところで、 テオドロス一世との妥協が成立した。すなわち、テオドロス一世とその子孫がテッサロニ期を保持する。一方で、マヌエルは、テッサリアの支配を認められたのである。また他の兄弟のコンスタンティノス、コムネノス・ドゥカスも、1220年代からアパナージュとして支配していたアイトーリアやアカルナニアの支配を認められた。マヌエルは1241年に死去するまで、テッサリアを支配し、 その後テッサリアはすぐに、ミカエル二世、コムネノス・ドゥーカスに占領された。ヨハネス・コムネノス・ドゥーカスの、トラキーカ1241年、テオドロス一世は、ニカイア帝国に赴いた。ニカイア皇帝ヨハネス三世、ドゥーカス・バタツエスは彼に安全を保障していたが、テオドロス一世が到着すると役場を破り、彼を旅衆とした。翌年ヨハネス三世は軍を率いて、 ヨーロッパ大陸に上陸し、テッサロニキに侵攻した。モンゴル帝国がコアジアに侵攻したという法を受けて撤退したものの、テッサロニキ皇帝ヨハネスコムネノスドゥーカスを復従させることに成功した。ヨハネスコムネノスドゥーカスは帝国を放棄してニカイア帝国に従う代わりに、先制皇としてテッサロニキを統治し続けることを認められた。1244年。 ヨハネス・コムネノス・ドゥーカスが死去し、弟デメトリオス・アンゲロス・ドゥーカスが後を継いだ。しかし彼は、軽薄な人物で、すぐに、進化たちの信頼を失ってしまった。1246年、ヨハネス三世が再びヨーロッパに侵攻し、3ヶ月の間に、ブルガリアから、トラキアの大部分とマケドニアのほとんどを奪い取った。同時にエピロスのミカエル二世。 コムネノス・ドゥーカスも西マケドニアに進出した。ヨハネス三世は遠征の仕上げとして、テッサロニキに向かった。二階ア帝国軍が現れた時、デメトリオスは、市外に出て、ヨハネス三世に、進化の礼を取ることを拒否したが、すでにテッサロニキの市民たちは彼を見捨てており、ヨハネス三世による征服を望んでいた。市内の協力者によって城門が開けられ、テッサロニキは、 二階は帝国軍の手に落ちた。ヨハネス三世は、アンドロニコスパレオロゴスをテッサロニキの総督とし、デメトリオスには小アジアに領地を与え、流刑の形ながら、その生活を保障した。その父テオドロス一世は、対照的に、ボデンへ流刑となった。エピロス先生校、ミカエル二世、コムネノス・デュカスは親族たちの権利継承を主張し、 テッサロニキ学会とニカイア帝国に対抗し得る勢力の形成を目指した。1251年から1253年にかけて、ミカエル2世は、テオドロス1世への指示も受けて、テッサロニキを攻撃したが、失敗した。1257年には、ニカイア帝国に対抗するべく、ラテン人フランコクラティアの一つ、アカイア国ヤやシチリア王、マンフレーディと同盟した。 しかしこの連合軍は1259年のペラゴニア、この戦いで大敗を喫し、ミカエル2世の野望はついえた。間もなく、エピロスとテッサリアを征服したニカイア帝国は、1261年8月15日に、コンスタンティノープルを回復し、パレオロゴス朝の下でのビザンツ帝国復活を成し遂げた。コムネノス・ドゥカス家は4代にわたり、テッサロニキを支配した。 ありがとうございます。